コントラバス。コントラバスは音楽における音域の区分の一つ。バスのオクターブ下に位置づけられる。また、この音域を持つ弦楽器の一つ。本校では弦楽器としてのコントラバスについて記述する。4本、または5本の弦を持つ大きな弦楽器である。略号は CB。単にバスもしくはベース、バス、英語圏ではこの呼び方をする人が多い。 ダブルベース、英語起源、ストリングベース、英語圏において、エレクトリックベースに対し、ウッドベース、和製英語、弦バス、日本の吹奏楽において、管楽器バス、チューバ等に対し、アップライトベース、アコースティックベース、ポピュラー音楽で、エレクトリックベースに対し、ベースフィドル、ケルト系の音楽で、バイオリンの故障であるフィドルに対してとも言う。が多いのは、 コントラバスが様々な場面で使われることの現れである。類似する低音部の弦楽器であるチェロは、いわばバイオリンを大型化させた、劣気としたバイオリン族であるのに対して、コントラバスはビオラだ。ガンバの最低音域楽器であるビオーネという楽器が、直接の先祖にあたる。これは16世紀に生まれ、18世紀頃まで用いられていた。このように、 もともとビオール族から進化した楽器であるが、バロック期後半頃からチェロの影響を受けて、次第にバイオリン族との融合が進み、現在ではバイオリン族とビオール族の中間位置する楽器とされているビオール族三章。コントラバスの投げ型の形状、平らな裏板、四度長弦、弓の持ち方、ジャーマン式といった特徴から、 バイオリン族の中で唯一起源の異なる楽器とされる。共鳴道は標端型で竿がついている。中央のくびれは古い殺言楽器において弓を使うのに邪魔にならないような形状にした名残で、バイオリン族にもビオール族にも共通するものである。バイオリン同様評判と裏板は独立しており、評判は湾曲している。ただし、湾曲した裏板を持つラウンドバック。 平面の裏板を持つフラットバックと呼ばれる二つの構造が存在する。フラットバック裏板内側面には、ラウンドバックにはない力着、ブレースが接着されている。バイオリンやビオラ、チェロと違いな出方であるが、これはビオール族の名残であり、これによってハイポジションでの演奏が容易になっている。駒は弓で特定の弦を擦るのに適すよう、弦の当たる位置が湾曲しているが、 型の比率は他のバイオリン族に比べて背が高い。ビブにはエンドピンを備えており、これを床に刺して演奏する。バイオリンの構造と同じく、駒の高音源側の足が接触している位置で、表板の裏側に接して魂柱、昆虫と呼ばれる柱が立っており、表番と裏板に接している。駒の低音源側の足が接触している位置で、表板の裏側に接して、バスバーと呼ばれる。 力着、ブレースが接着されている。弦の振動は魂柱を支点とし、手この原理により振動が増幅され、主にバスバーによって表板全体を振動させる。またその一部の振動は魂柱を通して裏板に伝わり、表面道全体が振動するのである。竿から駒を経て、楽器のビブの糸口止めまで弦が張られ、弦を抑えるための指板が張られている。 全長は約170から200センチメートル程度。弦の実行長も約95から120センチメートル程度と、それぞれ全体の約2割ものバラつきがあり、この割合は他の純粋なバイオリン族の楽器よりはるかに大きい。また、共鳴道の溶石により、3、4、1、2などの小さいサイズの楽器が体の小さい女性や子供たち用に生産されている。 また国によっても、基準の大きさが異なり、ヨーロッパにおける3、4サイズが、日本における4、4、フルサイズに該当する。バイオリンの弓と同様、逆に湾曲シウマの尾の毛が張られる。毛止め、フロックの箱の大きさと竿の長さによって、ジャーマン棒、同系統のビオール属での使用弓フレンチ棒、バオリン属での使用弓との2種に大別される。毛には松屋にお塗り、 これで摩擦係数を高めて弦を擦る。使われる松屋には他の弦楽器のものに比べて粘性の高いものを用いる奏者が多いが音質や演奏性の好みで他の弦楽器のものを使う奏者もいる。またその他の弦楽器にはほとんど用いられない黒い毛が使われることもある。コントラバスはその太く低い音が特徴的である。現在の一般的な長弦は 4弦の場合、高い方から中央波の1オクターブと完全4度下の、と、G、ソ、以下完全4度ごとに、2、D、レ、イ、e、A、ラ、ホ、E、ミであり、それぞれ、第1弦イコール G 線、第2弦イコール D 線、第3弦イコール A 線、第4弦イコール E 線と呼ばれる。五弦の場合はさらに低い弦として、第五弦を備えており、レスピーギなどの場合はロ、 H, C, または、ベートーベンの場合は、は、C, 度に長弦する。楽器の構造が完成するのが、比較的、遅かったこともあり、19世紀初期までは3弦、高い方から、G, D, A の4度長弦や A、A, D, G の5度長弦もあったの楽器など、弦の数や長弦が様々な楽器が混在していたが、現在では、上記の調弦による4弦、または5弦の楽器に、 ほぼ統一されている。なお、独創の場合には、これよりも、超二度高く超弦することがある。コントラバスのパガニーニとも呼ばれているイタリアの罰創者、ボッテジーニが考案したこの超弦法を、ソロチューニング呼び、輝かしく、よく通る独創向きな音質に変わる。やや細く作られた、弦、通称、ソロ弦を使用することも多い。一般に長弦は、 D 線もしくは A 線から始め、フラジオレット、ハーモニクスを用いて、隣同士の弦を合わせる。4弦のコントラバスには一番低い弦の音を E から、下に C までの各音に切り替えられるようにする装置、C 装置を取り付けたものもある。その場合、チェロの最低音より1オクターブ低い音まで出すことができる。チェロと同様、主として、音記号を使って書かれるが、 書かれた音より1オクターブ低い音が出る。1オクターブ高く書かれる。これにより、チェロと同じ楽譜を使えば、合奏時に低音に1オクターブの重なりを得ることができる。通常の4弦コントラバスの最低音はほ、いい、みであるが、これに C 装置を取り付けたり、五弦コントラバスを用いたりして、より低い音を出せるようにするのは、チェロの最低音の1オクターブ下の音を得るために、他ならない。 独奏曲の楽譜には実音で表記されているものもある。また、ソロチューニングの時は同じ寄譜で同じ演奏法となるように単紋など低い音の出る異調楽器として書かれる。高音部はテノール記号またはバイオリン記号を用いる。コントラバスの独奏曲の作品にはこのソロチューニングで書かれているものが多い。なお、フラジオレットに関しては 過去より様々な寄付法があるので注意を要する。例など、バイオリンなどと同様に弓を使って演奏する。同族であるビオール族で使われる弓、現在でもバロック棒として購入できるの形を残している弓イコールジャーマン棒と、現代のバイオリンやチェロの弓と同じ構造の弓イコールフレンチ棒の2種がある。日本では鎖国中のオランダとの関係や、 戦時中のドイツとの同盟など音楽を含めた西洋文化への関わり合いにゲルマ系の影響が強かったため、コントラバスもジャーマン式での教育が一般的だったが、1990年代以降はフランス式の有用性を選択する人間も増え、現在では演奏者及び指導者を探す点でも際はど存在しない。また、根本的に別種の歴史と有用性を持つ双方のため、 どちらもアップライト構造の楽器だがコントラバスでは、ジャーマン、チェロでは、フレンチと使い分ける奏者も多く存在する。画像、ジャーマン、棒、弦を指では、軸奏法、ピッツカートも行われ、ポピュラー音楽では、こちらが一般的である。また、ジャズ、ロカビリー、カントリー、ブルーグラス、ジャグバンドミュージックでは、スラップ奏法、クラシックにおける、 バルトークピッチカートに近いと呼ばれる特殊なピッチカートも使われる。楽譜上では、弓を用いての奏法は、アーコ、指で弾く奏法は、ピスと書かれている。立って演奏する場合、立てた楽器の横に、左半身を沿わせて、左足や腰の左側で楽器を支えることが多い。格弦の低音の演奏には、左手の指を、ポジション、口実に置き、 親指を中指に、ほぼ対抗させて、竿を挟む。高音部では、親指も、弦を押さえるのに使うため弦の上に置き、左半身で楽器を抱え込むようにする。公共曲など、長い曲を弾くときには椅子を使うことも多い。椅子は座っても立ったときと姿勢があまり変わらないような、高いもの、専用として設計されているものが市販されているを、使い、 立って演奏するときより楽器を幾分寝かせて構える奏者も多い。弓は右手で持つ弓の使い方を運弓という弓は右手で持ち弦を弦の張ってある方向に対して垂直方向に擦るのが基本である。楽器を構えたとき弦はほぼ延直方向に張ってあるので弓は水平方向にすなわち奏者から見て左右に動かすことになるが 他のバイオリン族楽器と同様、右に弾くのを下げ弓、ダウン棒、記号、左に押すのを上げ弓、アップ棒、記号と呼ぶ。手この原理により、弓の元、手に近い方で弾く方が力をかけやすいため、ダウン棒の方が大きな音が出しやすく、強迫に向いている。また、アップ棒は、弱迫やクレッシェンドに向いている。弓を当てる位置は、基本的には、 指板の下場と駒の間である。指板よりでは柔らかい音が、駒よりでは硬くて、大きい音が出るので場合によって使い分ける。左手の指の使い方を音子という、弦は、指で弾くだけでは長弦した時の音、開放弦しか出ない。左手の指で弦を指板に押し付けることによって、弦長を短くし、より高い音を出すことができる。指は、人差し指を1、中指を2、 薬指を3、小指を4という。親指は高音部にのみ使われる。記号はである。バイオリンでは1と4の間隔は7から8半音に達するが、コントラバスでは2半音にしかならない。開放弦の半音上に1を置くと、2がその半音上、4がさらに半音上、1の2半音上に当たる。このような手の位置をポジションという。 格言の音とポジションの関係は次の通りである。例は解放言である。50音順に並んでいる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。